あとは結果やな。思った以上に仕上がってるな。監督によって選手の人生って変わるんやなと改めて思ったわ。これにもっと痩せろ言うたんか。心情がもっと痩せなきゃ一軍には上げないよって言った。また太ってきたから痩せないと一軍上げないって言われたんや。イケメンというか男前よね。爽やか太郎やん。爽やかやな。思った以上に痩せてて草。ほんまに想像以上にスッキリしとる。清宮ってめちゃくちゃ長く見てる気がするけどまだ24なんだよな。ビビるわ。清宮のサード守備好きだわ。肩が強くてコントロールもええから差がある。タンクトップでおにぎり食ってそうな清宮はもういないんやね。痩せなきゃあげないって表向きそう言ってるだけで実際は慌ててあげづけがが完全に言えてからあげるってことやろ。まあコンディション万全にしてこいってことやろね。で、アンダだったのがホームラン打った瞬間昇格宣言やからな。清宮とかいう愛され属性。顔が可愛い。イケメンというか色っぽいよな。オリエンタルラジオのチャラい方に似てるやん。皆さん、清宮選手、痩せたと思いますか？さらにイケメンになった清宮選手、これからも頑張ってほしいですね。ご視聴ありがとうございました。